これまでは展示物というですね、形にある中身についての話をしてきました。今度はですね、視点をちょっと変えます。それはどういうことかというと、形のない中身についてです。形のない中身とは何でしょうか。具体的にはですね、力とか風とか熱、そういったものです。まずはその中で人の流れについて説明したいと思います。人の動きについてです。これから始めたいと思います。教科書6、形のない中身を見てください。こちらに移ります。この6では、形のない中身を流れというもので紹介しています。流れとは、力の流れ、風や熱の流れ、人の流れです。あるいは構造、環境、動線計画と言ってもいいと思います。美術館をこの流れというフェーズから見ていきます。そこで建築の4層構造です。この流れというものを各4層に照らし合わせて見ていきたいと思います。このように力、空気熱、人、歴史ということになると思います。このスライドを見てください。パリの街です。建物と建物の間の空間です。建物は大方上の住宅でした。18世紀までにこの住宅にトイレの排出機能がなかったと言われています。汚物は窓からこの間の空間に投げ捨てていたというのです。驚きではありませんか。それだけこの空間は人のための空間ではなかったのです。あるいは住宅は閉じた存在で、こうした間の空間と完璧に分離したものでした。19世紀終わりから20世紀になって状況が変わってきました。これはニースの田園住宅計画というものです。この頃、アメリカからフランク・ロイド・ライトの作品集が流れてきたと言われています。この計画はヨーロッパの建築家にとって驚くべきことだと言われています。住宅が外に対して連続していたのです。ニースはこの重要性を発見しました。その時のニースが表したプランがそのことを反映しています。この時から建築家は流動的なプランニングを考えるようになったと言われています。それで完成したのが1929年のバルセロナパビリオンです。これもニースの作品です。先ほどの田園住宅計画のコンセプトを現実化させたものです。この建築は基本的にトラバーチンと言われる石で壁によって仕切られ、流れるように訪れた人を動かしました。この建築はバルセロナで開催された万博のドイツ館でした。一旦解体されたのですが、最近になって復元されたものです。先ほどの、バルセロナパビリオンの外観です。日本の桂離宮です。以前にお話をしました。日本の当時の建築家はここ構成においてニースとの共通点を見出しました。日本の建築も障子と襖、細い柱で構成されていて流れるような空間となっています。そしてこれは戦後のファンズワース邸
です。4方をガラスで囲まれた週末住宅です。ミースは戦中にアメリカに移動し、アメリカにこうした流れのある建築を逆に広めていきました。流れとはこういうことを言います。少し話がずれますけれども、桂離宮の流れることについて説明をしていきたいと思います。桂離宮は17世紀に皇族の八条宮の別邸として創設されました。いわゆる離宮です。そして1933年にドイツの建築家ブルーノ・タウトが来日してきました。そして彼がこの桂離宮を簡素な美として称賛をしました。そうして桂離宮の知名度は国際的にはもちろん国内的にも高くなったと言われています。ブルーノ・タウトによって遠い世界の端の東の日本までヨーロッパで生まれた近代建築精神に匹敵するほどのものがあると評価されたのでした。タウトによって日本の文化との高さが世界にアピールすることは成功しました。つまりそのことは日本建築に構成というものがあったということでした。それを明確に利用したのが後の丹下健三と言われています。戦後、桂離宮の写真集を世界に向けて出版します。その時、このように屋根をトリミングしています。屋根は近代建築の構成にとって邪魔なものであったからです。丹下健三はこれによって桂がミース建築に匹敵することを示したのでした。それはまた丹下健三が日本人であるにもかかわらず西洋の建築に対等でいることを示すことでもあったのです。しかし驚くべきことに井上章一の作られた桂離宮神話という本によるとタウトの出現まで日本人は日本を代表する建築を日光東照宮と考えていたというのです。日光東照宮のディテールの精密さを日本の文化を代表するものと考えていたそうです。つまり急に桂離宮というものが飛び出していきなり建築の主流になったということなのです。さてですね、これからですね、流れの中で人の流れということについての説明を始めたいと思います。コルビジェはシークエンスとこのことを言いました。シークエンスとはコルビジェに言わせると、建築はさまざまな空間の集合体であって、その中を移動することによって空間が緩やかに、あるいは劇的に変化していく光景、このことの連続をシークエンスと言いました。このシークエンスをですね、建築の4層構造に照らし合わせると第3層にあたります。ここにあるように第3層にあたります。コルビジェはまた次のようにも言っていました。建築はその内部を歩き回り、地上1.6 メーターのところにある目で見て体験するものだと言っていました。そしてこうした建築の役割をプロムナードと言ったのでした。第2回目の講義で谷口義雄の酒田にある土門拳美術館建築を紹介したと思います。覚えてますか？今日はですね、この他に谷口建築を5つ紹介したいと思います。谷口建築はですね、このシークエンスということと、前回にお話した裏と表ということを明快に説いている優秀な建築です。
皆さんこれを参考に、シークエンスあるいは裏と思ってということを明快に理解してもらいたいと思っています。それでは実例の紹介をします。